つからむつくところが違うぐらいで、それ以外は特に7番と変わらないんで、まあ、ちょっと違う緊張がありますけど、あの自分の仕事はできたんじゃないかなと思います。そうですね、だから全体的に流れが良くなくて、その流れが良くない雰囲気に飲まれてしまったっていうか、自分の仕事をもっとできたんじゃないかなっていうのが反省であるんで、12月に向けて11月しっかり自分自身とチームにしっかり見直して、臨みたいと思います。今日で言ったらもうスクラムとか、まあ、フォワードのエナジーの部分、やっぱり一発勝負の、もうこれから負けたらほぼその優勝なくなるところなんで、その1回1回の試合で全部出し切らなかったら自分たちは後悔すると思うんで、そのスイッチの部分と、あとはもうディフェンスのところちょっと緩い部分があるんで、そこをちょっと、見直すというか整備したいと思います。はい、ありがとうございます。